ハッピースピリアルライフ。はい、皆さんこんにちは。穴口恵子のハッピースピリアルライフにようこそ。今日もご視聴いただきありがとうございます。ゴールデンウィーク、どんな風に過ごされてましたか？私はですね、スリランカにですね、アユルベーダリトリート三昧しているんですけれども、で、そんな中でやっぱりね、アキラさんとの対談ご覧にいただいたと思うんですけれども、やっぱり上作っていうね、5月16日の、サソリ座の満月で皆既、月食が起こるというね、そういったタイミングなわけで、だからこそ、大切なことはセルフヒーリングなんですね。で、実際にセルフヒーリングはたくさんある中で、もういろんなセルフヒーリングを私教えてきたんですけれども、結構シンプルで、できることを今日はね、お伝えしておきます。で、これはですね、私自身が、この、受け継いでいる、レムリア時代から伝わっている密教、秘技の学校があって、それがドルフィンスターテンプルで、私が22年前にドルフィンスターテンプルジャパンを設立したんですね。シャスタさんで復活されたドルフィンスターテンプルの教えを教えてくれたのが、アモラ・クアインさんという、もう本当に、世界の本当に、5本の指にで、出るチャネラーだったんですけど、他界されたんで、それを私自身が日本で受け継いで、というか、日本にこれは絶対必要だと思って22年間ずっとやり続けてるんですね。だから25年前にアモラ・クアインさんに出会って、そこからのスタートをした。ここでね、教えている教えの中でめっちゃくちゃシンプルだけど、めっちゃすごい、ヒーリング、セルフヒーリングがあるんですよね。それを今日お伝えするので、何種類かお伝えしますので、で、その役割を伝えるので、それだけやってるだけでも本当に自分がクリアになって軽やかになって、上作に備えられます。上作っていうのは5月16日の満月に対して、準備をするためのセルフヒーリングですね。もちろん、満月が終わってからもセルフヒーリングに使っていただいていいので、これ永久保存版にしてくださいね。まず一つ目なんですけれども、どうですか？ご自身がですね、出かけてきて、お家に帰ってきた時に、なんかすごいこう、重いなとかね、なんか体がなんかスッキリしないなっていうのがありませんか？で、そんな時ってね、人のエネルギーを自分のオーラやチャクラの中に取り込んでいて、なんかもやもやしたり、体調が悪くなったりとかね、優れない状態になるわけですね。そんな時に実際にやることです。で、ドルフィンスターテンプルすごいんですけれども、光のチェンバーと呼ぶ、いろんな光のチェンバーと呼ぶのはね、チェンバーイコール、光の空間を作るんです。癒しの光の空間のことをチェンバーと言います。そして目的別で実はありましてね。で、一つは実際に今日さっき言った家に帰ってきて、あるいは出かけてなんかすごいぐったりとして、なんか人のエネルギーを用意した、要はエンパシーって言ってね、すごく共感性の高い人って結構人のエネルギーを受けて帰ってくる方、ぜひこれやってください。これは、デポジションチェンバーと言ってね、まず、ステップ1はドルフィンスターテンプルの光の評議会を招きますって言ってくださいね。そしたらですね、その私が教えているその評議会メンバー、光の評議会、プレアデス、シリウス、アンドロメダの光の評議会のメンバーがその空間を設置してくれます。もちろん、トレーニングに来ている方はもっと詳細を教えますが、この動画でシンプルにやっていただく方法です。で、呼んだらですね、デポジションチェンバーを開いてくださいって依頼します。このデポジションチェンバーというのはですね、要は、人の、エネルギーがあなたの中に入り込んでたり、お墓参り行って、幽霊ちゃんが乗っかってきたりとかね、浮遊霊のエネルギーを取ったり、そして、ペットですね、あなたが愛するペットがですね、あなたと共にいつもいたいからって言って入ってきたり、それとか惑星外のですね、存在が入ってきていると、クリアになら、要は自分が疲れてしまいますので、クリアにしてくれるのが、このデポジションチェンバーです。で、それを開いてですね、少なくともね、何かしながらでもいいんですが、本当はちょっとリラックスして横になってもいいし、ヒーリングミュージックを聴きながら、このチェンバーセッションをしてほしいんですね。5分から10分ぐらいですね、リラックスして、そのチェンバーセッションを受け取る時間をとってください。で、これが実際に5分続けて、どんどんとですね、あなた以外の存在のエネルギーが
と取り除かれていきます。はい。で、取り除かれない場合のものがあるとしたら、あなたが少しその人と本当に働きかけて、何か、クリアに、コミュニケーションをして、すっきりさせなければならないことがあるので、これはあくまでもですね、なんかこう、お互いの約束事をしていない時には、さっさっさってクリアにね、お掃除されていきます。はい。それが一つですね。ぜひ試してみてくださいね。で、あとね、このまだ残っている時間ね、このチェンバーを使っての、本当にあなたの波動を上げたり、あなたの状態を良くするためのですね、ものを作る、はい、あと二つのガイドが紹介しようって言ってくれてるのでね、もう一つもですね、どちらかというとセルフヒーリングのパワフルなものでですね、末梢の光のチェンバーっていうのがあるんですね。末梢の光のチェンバー、そうですね、ヒーリングの空間の中で、あなたのオーラやチャクラにくっついた痛み、何かね、人間関係の中で、こうすごい傷ついて痛みを伴う。それはこの体で感じる痛みですけど、あなたのチャクラにその痛みがくっついてたりするわけですね。それとか、何か恐怖とか嫉妬であったりとか、罪悪感とか、いろんな体験で、感情を伴う体験をしたら、シンボル化されてね、そういった、悲しみのシンボル、孤独のシンボルとかね、その、嫉妬のシンボルとか、そういったシンボルになって、オーラであったりとか、チャクラについてたりとかするんですけど、そういったもので、もう何か自分自身が性、その契約を交わして誰かととか、なんか自分自身と、絶対にそう、それを、そうならないためにって言って、でも自分でつけてるんですけどね、そういったものが抹消されます。いろんな、この抹消されて、あなたのチャクラの状態がバランスを取り戻され、オーラの状態が、そのようなこのシンボルがなくなることで、もう自分が罪悪感を感じなくなっていったりとか、その孤独を感じなくなっていったりとか、その嫉妬にこう惑わされなかったりとか、いたりとか、そういったことからすごく自由になるためにあるわけですね。それとか、この抹消されるものの中でですね、結構ね、何度も何度も同じ体験、例えば、仕事先で常に、上司が変わっても、どちらかというと上司に注意されて、どちらかというと否定されて、犠牲者になるっていう体験をね、重ねて体験しているような出来事とかあったら、そういう意味で、自分自身がその、それを引き寄せてしまう、もうこの、デバイスがついてるんですね、エネルギーの中にね。デバイスっていうのはさ、この制御装置なんですけど、そうなるものだって思ったら、そう思い込みを、そういうことを相手との関係で受け入れるというね、そういったところのものもね、シンボルとかになってる時もあるし、デバイスのようにですね、なんかメタリックな形で、このチップのようにですね、自分がそれを引き受けてるっていう時もあったら、犠牲者になっていくパターンを、いろんな関係性の中で、ね、受け取ったりするんで、そういったものもですね、抹消してもらうと、それがクリアになっていくわけですね。この抹消の光のチェンバーを開いてくださいって、先ほどのドルフィンスターテンプルの光の評議会を読んでやってみてください。そうするとですね、どんどんとなんかこう、くっついていたものがクリアになっていく。そして、この、すごいこの、軽くなるというか、ぎゅっとこのなんか、シワ、このぐーっと固まっていたものが、緊張のような、エネルギーが緊張したらクッて凝り固まってるような風に私は見るんですけど、ゴツゴツしたものに。そういったものがスーッと消えていくわけですね。で、この抹消の光のチェンバーを受け取って、それがもう、その5分から10分またリラックスしてやってください。それが終わったらですね、立て続けにこのチェンバーの後に、そのチェンバーが終わったら、この愛の光のチェンバーですね、愛の光のチェンバーを、開いてくださいって言ってくださいね。で、それで、この愛の光のチェンバーの光、愛の光を受け取って、そのクリアになったところに、その光が届けられて、満ちていく。そしてその愛を、体感してください。この愛の光のチェンバーは、5分ぐらいですね、受け取って、そしてもうそのまま眠りについても構いません。本当にあなたが、こう、愛の振動数で本来の状態に戻る。ことをこの愛の光のチェンバーは、サポートしてくれます。そして同時に、なんかちょっと自分が落ち込んだなぁ、なんか、こうなんか どこかで愛されてないなぁとか、なんかそういった、こう気分を味わった時にもですね、
ドルフィンスターテンプルの光の評議会を呼んでいただき、愛の光の、チェンバーを設置してくださいって依頼します。そしてその光のチェンバーの中でその光を浴びて過ごすことをすると、あなた自身の、愛の周波数になって体も心もマインドも満たされていきますのでね。この、まあ今日はね、3つの、光のチェンバーを、実際に紹介しました。最初はドルフィンスターテンプルの光の表記会を読んでください。そして、用途別の光のチェンバーを、実際に開いてみてくださいね。で、最後、終了するときには、ドルフィンスターテンプルの光の表記会に、今日の、光のチェンバーのセッションありがとうございましたって終了してほしいんですね。はい、これね、本当に私はもう25年ね、この使いこなしてきているんですけれども、で皆さん自身がもしね、もうちょっと詳しくって言ったら、このね、プレアデス覚醒への道、これがドルフィンスターテンプルの、教えの、ベーシックな紹介の本なんですよ。ここにそういった、どのように使ったらいいか、実際に書かれていたり、情報が結構満載です。このワークしているだけでも本当に、ウエサクに向けてのですね、軽やかな、ね、準備が整いますので、で、概要欄にはですね、私がやっているこの、ドルフィンスターテンプルの、教えの、その集中コースであったりとか、光のリチュアルとかね、そういったことが、実際に体験できる、URL も貼っておきますので、ぜひご覧くださいね。はい。ぜひこれね、お伝えする方だけで終わるのもったいないので、これ保存版にしておいていただき、いろんなそういった状態になっているあなたのセルフヒーリングのために使っていただけたら嬉しいなと思います。はい。今日も穴口恵子のハッピースピリチュアルライフでした。ありがとうございます。